約1時間、時間をいただいておりますので、今一体どういうふうにマーケットを、あるいは経済を考えたらいいのか、この先一体何が待ってるかというお話を申し上げたいと思います。結論的には、あえて言えばですね、ニューヨークのダウ工業株指数が10万ドルになる世界、そして日経平均が4万ドルになる世界ということをちょっと考えていただきたいと思います。このような動き、一体どのようなですね、事実とそれから論理に基づいて主張してきたのかということをこれからさまざまなグラフデータをご覧いただきながらご説明をしてまいりたいと思います。最初にですね、皆様にご覧いただきたい2つの事実があります。それは何かというと、第1は日本一人負けという事実、第2は日本の株がとんでもなく割安、つまりマイナスのバブル状態にあるという事実であります。この2つの事実を踏まえて何を考えるか、これが議論の出発点であるということであります。まずご覧いただきたい1ページの左側のグラフ、世界の株式市場の時価総額、リーマンショックで6割暴落をし、2009年3月を大底としてその後 V 字型で回復しました。2009年7月に私は日本株大復活という本を書いて、このような世界の株価回復のトレンドをですね、おそらく日本人では唯一予想しました。この V 字型回復、私にとっては極めて、予想通りの妥当な予想ということになるわけですけど、多くの人々にとってはかなり意外のある展開だったと思います。さて5ページにありますグラフは、日本の株式と債券のリターンを示す倍率を一応指標として作った日本のバブルの振り子と言っていいと思います。90年の時にですね、株式の益回りが 2% ありました。つまり100円の株買って企業は2円しか利益上がらなかった。その時に皆さんの100円を債券に投入したら、利息だけで8円もらいました。つまり株のリターンは債券のリターンの4分の1しかなかった。これが今から22年前のバブルの天井です。この時に皆さんはですね、借金をして株やあるいは不動産やゴルフの会員権をたんまり買われたと思います。今から考えると恐ろしい非理性的な行動で、当然の報いとして皆さんは大損をしたわけです。なぜそんなバカなことをしたの？利息を 8% 払ってたった 2% のリターンしかない株をみんな買った。極めて今から考えると非理性的です。でもみんなそれをやった。なぜか、理由は簡単ですね。株は未来永劫に値上がりすると、毎年1割2割値上がりするとすれば、この6% ぐらいの逆税なんてものともしない。そういう信念で皆さんはですね、22年前は際限のないリスクテイクをしたわけですね。今はどうか。株式のリターン益回りは昨年の半ば時点で 8%。 100円の株を買えば企業は8円利益を上げる。他方100円の債券買ったら利息は 1%、 株は8倍のリターンがある。 1% 利息を払って借金をし、そして株を投資したらその8倍のリターンが得られる。8倍、これがですね、ついこの間のことです。今でもこれ7倍です。でも誰も株を買わない。私はもうここ数年来、株を買えと、株は割安だと、なぜ主張したかというとですね、こんなバカなことが定着してるからです。じゃあ日本の株価はどのぐらいが妥当なのか。控えめに見ても2倍が妥当ですよね。2倍で 4% です。4%。2倍でも 4% です。日経平均2万円で当たり前と。これが今の妥当なバリエーション。アメリカで一番この倍率が高かったのは1950年、5倍ありました。今の日本はその時よりもっと高い。1950年以降アメリカで何が起こったかと。株の大暴騰です。じゃあ日本はこれから何が起こるかと。株の大暴騰が起こる可能性がある。このようにですね、株は極端に割安であるというのは議論の余地がありません。株が割安ではないという人はちゃんと分析をしてないだけの話です。さて、8ページをご覧いただきたいのは、割安だけではないと。もう一つ株を買うに際して極めて
重要な要素がある。それは何か、需給だ。最初にご覧いただきたいのは、この11ページのグラフであります。まずアメリカからちょっと行きたいと思います。この11ページのアメリカのグラフ、これはですね、1896年以降、100年間のアメリカの株です。まあ、このところ、もうこの2年ほどこのグラフをいろんなところで説明しているので、中にはもうすでに、まあ皆さん聞かれた方もいらっしゃると思いますけど、まあ、この100年の歴史を振り返ると、いろいろなことがわかります。たったこれだけのことでですね、ものすごく深い含蓄があります。それをこれから、まあご説明をしていきたいと思います。100年間の歴史を振り返って、不思議なことにニューヨークの株価は100ドル、1000ドル、1万ドルという大台で十数年足踏みをしているというのが、このシャドウをつけた部分ですね。そして足踏みが終わると、100ドルから1000ドル、1000ドルから1万ドルと株が上がっていると。現在、1999年以降、13年、1万ドルで足踏みです。私自身もですね、このようなことを、1998年に知っておりまして、この時点で、さあ将来どうなるんだろうかと。まあ思いましたら、なんと、1万ドルでまた10年足踏み、10年以上足踏み。これにはびっくりしました。まあいずれにしてもこのようにですね、100年の歴史を振り返ると、3回大台で十数年足踏みをしたというのは過去起こったことです。そして、足踏みが終わった後何が起こるかというと株価が10倍になっている。もうすでに足踏みが終わったと。いよいよ先週ニューヨークの高値、株は高値を更新した。となると、まあパッと考えてそんなことはまずあるはずがないと皆さんは大体思われると思います。ただ、むしろじっくり考えればそうなる可能性の方がはるかに高いということがわかるはずです。その理屈を考える前に、株価が10倍になる条件をちょっと考えていただきたいと思います。そこでご覧いただきたいのがこの12ページの、まあ、テーブルであります。過去株価が10倍になったことが2回ありました。一体どのような条件が揃って株価が10倍になったのか、これから先それが同じような条件が揃うかどうか、12ページの、まあ、に示した私のですね、仮説は3つですね。1つは地政学的なレジウム、これが株価を10倍にさせるほどの一つの重要な条件である。二つ目は技術革新と生産性の上昇です。おそらくこの共産党独裁体制の中国がこのままいったら、あと5年もすれば世界最大の経済大国になる。そんなことは世界の中で容認できるはずもないし、それが実現したら世界経済は崩壊します。したがってこれをいかにですね、マネージするか。そのためにアメリカは一体どういう手立てがあるのか。多国間同盟。特にアジアにおける同盟以外にありません。つまり今のアメリカにとって最も重要な戦略上の同盟、二国間関係は日米同盟なんですね。というようにですね、日米同盟の役割が飛躍的に変わったんです。ここ数年で。ところが、同盟の相手方の日本は経済がどんどん弱くなる。アメリカにとってはですね、まあ、不安でしょうがない。経済が弱くなり自信を失った日本は、アメリカから離れて中国と仲良くしようとする。鳩山政権がやったようにですね。仮にそれが本当に起こったら、アジアにおけるアメリカの影響力は完全に失われます。大変な危機をアメリカは持っている。つまり今アメリカにとって重要な国益は何かというと、アメリカの同盟国にふさわしい十分なる経済的実力を持った日本なんです。日本をついこの間まで叩いていたアメリカがですね、日本経済の復活、これがぜひとも必要だというそういう局面に今立ち至ったということですね。そのためには何が必要か。デフレを終わらせなければいけない。デフレの原因である超円高を終わらせなければいけない。という局面で登場したのがまさしく安倍首相です。